はい、今日は少し学説問題をですね、解くときに、まあ、どのようにして考えているかというのを実践でやってみたいと思います。はい。で、今日取り出すのは、あまりに有名な論点がですね、ど真ん中から問われた、平成25年の午前の第32問、会社法の分野ですね。問題というのはですね、会社法第429条第1項ですね。まあ、その役員の第三者に対する損害賠償責任ということで、でこれ第1節と第2節を書いてくれてるんですね。でこういう問題結構解きやすいというか、むしろ正解しなければならないという問題だと思います。まあ、多くの場合この第1の見解と第2の見解ではついに、まあ、対照的なものですね、これが出てくることが多いので、これにもう一節加えて第3節があると、これはちょっと、まあ、初見捨て問にしようかなと僕は思ってたんですけど、後でじっくり解くような感じですね。まあ、第1節と第2節だけしか載ってないので結構解きやすいということです。はい。で、まあ、問題を見ますと、わざわざですね、第1節は、まあ、直接損害と間接損害両方含んでるとする見解で、第2節が間接損害の場合に関して規定したものではないと、要は直接損害だけという見解なんですね。まあ、ここで分かる通り、この第1と第2の見解を読みますと、損害の、役員が負う損害の責任のちょっと範囲ですね、まあ、ちょっと第1の方が広いと、まあ、これはこれを読んだ時にすぐにですね、まあ、役員が第1の見解を取ると役員の職務の遂行、これがちょっと萎縮してしまうという側面があるかなと、まあ、すぐ出てくるのではないかなと思います。まあ、第1を取ると職務に関してはやや萎縮、役員の職務が萎縮してしまうと、まあ、そういうのがもう選択肢に出たらすぐ解けるということなんで、まあ、選択肢を読みますと、そうですね、まあ、一つ目の選択肢が、株式会社における、その、さっき言った責任ですね、役員の責任と、持ち分会社における無限責任、社員の負うべき責任との違い、要は違いがあると。ということです。この選択肢はすごい優しい選択肢で、持ち分会社の無限責任者は読んで字のごとく無限責任を負うということで、まあ、責任が結構広い範囲にわたっている。で、先ほど言った第1と第2でどちらか責任の範囲広いかと言いますと第1でしたので、まあ、この選択肢あは間接損害の場合が除かれている第2の方が、責任が狭いので、まあ、この見解になるということです。はい。で、第2の選択肢なんですけど、この見解に立ち、第三者に株主が含まれるとする見解に立つ、考え方に立つと、株主代表訴訟制度の意義が失われることになりかねないと。で、まあ、言い方を変えますと、骨抜きになってしまうと。いうことは、株主がですね、より役員の責任を追及しやすいと、まあ、そういう見解ということになります。そうすると、より役員の責任が問われている、まあ、問いやすいと言いますかね、責任が広いのは先ほどの通り第1と第1節の見解になりますので、選択肢 E のこの見解とは第1になるわけです。はい。で、選択肢、うなんですけど、うの場合は、まあ、資本金や純資産が少額の企業が少なくないと。まあ、これはですね、少し、ものの日本語の解釈としては微妙なところがあるんですけど、まあですね、少額の企業が少なくないと言いますと、まあ、会社自体に損害賠償責任を負わせるよりも役員個人に負わせるべき、まあ、むしろあるいはそういうふうに
解釈することもできます。そうすると先ほどの通りより役員に責任が問われる第一の見解に神話的ですね。まあ逆、まあ別の見方もありまして、少額の企業が少なくないというのはほとんど、もう企業が個人と同視できるということで、まあ実質的に個人企業に近いということで、この見解は役員に責任を負わせる、責任が広い第一説に神話的と、まあそういうふうにも見れます。このあたりが学説問題の選択肢、一つ一つが日本語と、日本語の、よく読んで解釈すると言われるところかなと思います。はい。で、選択肢 A なんですけど、A の場合は、とですね、まあ損害を受けた第三者が役員等に対する責任を、点々ということで、そうですね。まあ、任務形態した役員等の会社に対する、まあ、423条なんですけど、こちらの方が免除された場合に、追及が困難となっている見解は、役員の責任が狭い方の見解ですね。というわけで、深く考えてももちろん安全に正解できるんですけど、深く考えなくても責任を追及することが困難になりかねないというのは、役員の責任を限定していく見解第2の方に神話的ということになります。はい。で、選択肢がですね、まあ債権者代位権、これは平成25年なので、そうですね、判例の考え方となっているんですけど、まあこれはもうちょっとですね、民法の知識が必要になってくるということですね。まあ、判例の考えと神話的と、こういう結びですので、当時の民法の判例を知っていれば解ける。逆に知らなければちょっと難しいかなというところなんですけど、まあ選択肢をが分からなくても、あから A まで分かるので、もう問題なく足を切ることができると。まあそういうことになってますね。はい。というわけで、こういう学説問題を解く一つのコツは、見解第1とか第2の見解が出てますと、その第1と第2の見解がどこが違うかですね。うん。まあ今回の問題ですと、どちらも役員の第三者に対する損害賠償ですね。役員の会社に対する責任ではなく、役員の第三者に対する責任なんですけど、まあこれが広く解釈するか、それとも狭く解釈していくかと、そういうふうに考えて、まあ役員の責任が、責任を重く見るか、それとも限定していくかということで、まあもし問題が変則的になれば、役員の行為が、職務が少し萎縮するとか、まあそちらの方も広げて考えていけばいいんですけど、ここの問題ではそこまで問われてない。単純に責任のことを問われているので、この責任第一と第二どちらが広く負わせて、どちらを限定していくか、どちらが限定して解釈していくかと、まあそういうふうに分けますと、後の選択肢を見れば比較的日本語の解釈になるのかなとは思うんですけど、選択肢 O がですね、これは当時の判例ですかね、それがの知識がないと解けないので、まあ O は民法の知識が必要になったということかなと思います。はい。というわけで、今日は会社法の過去問の学説を見ました。今度はですね、また機会があれば憲法とか刑法とか、あるいは民法とかで見ていきたいかなと思います。はい。それでは、さよなら。